さてと、墓地に来てみたのはいいが、この地に何の用かな？これはまたすごい登場の仕方と言いますか、失礼なやつだな。あんたは一体？どう見てもここの管理人だろ？え、まあ、確かに。そうさ、名前は、まあいいか。見ない顔だが、何の用だ？埋葬されたレミアという女性の墓が見たい。案内できるか？案内することはできるが、訳を聞こうか。ウォーケン医師は損傷という言葉を使った。普通仮装でそんな言葉は使わない。これはそのまま埋めたという意味だ。この辺りは独特の一周もするし、土葬だろ？だとすれば遺体を調べることができるわけだ。このまま帰るといい。ここは俗世と切り離れた世界。風習に今更共感してもらおうなどとは思わんよ。何があったかは知らんが、案内はできんな。呪いですね。すみませんが、お聞かせ願いませんか？この地の伝説と呪いのこと。何も知らんようだな。確かにこのまま帰る方が後々面倒な二人のようだ。よくわかってるじゃないか。まず伝説のことから話そう。幻影城の主が無念の死を迎えると、墓から蘇り、恨みに思う人物を殺すと言われている。そして、レミア様はその幻影城の主、月光期と言われた先祖の末裔にあたるわけだ。どうしてそのような言い伝えができたのでしょうか。月光期がいたのは、戦争ばかりが続いていた時代のことだ。ある戦で月光期が敵陣に囲まれ、かろうじて丘の上の砦に立てこもった。最後の力を振り絞って抗戦していたが、敵方は見せしめに、幻影城の先祖代々の墓を掘り返し、砦前に並べたのだそうだ。月光期の瞳はそれらを映しながら生き絶えたと言われている。その代わりに血族たちは生き残ったということか。いや、殺せなかったのさ。月光期を討ち取った敵方の領主はその後、謎の死を遂げた。これによって、呪いや墓から生き返った月光期の仕業だという話が広まったのだよ。だとすると、門番が言っていた呪いというのは、少しずつ伝説も変わってくるからね。今では、当主は恨みを持って死に、次々に人を殺していくとされている。なるほど。マルセウスが呪いではないということで、周囲の人間はかえって呪いだと疑うようになったということか。さあ、わかったなら帰ってもらおうか。それから、強引にここを荒らすもんなら、この地に住む者たちを敵に回すことになるからな。夜道で襲われたって知らんよ。言う通りにするさ。まだまだ調べてないことがあるんでね。あ、お帰りなさい。どうですか？調査は順調ですか？まあな。ちょうど手伝いのネネムさんがお戻りになられましたよ。話を聞いてみてはどうですか？そいつはちょうどいい。なあ、カレンベルク。ええ、ですが、モンバーさん。一つ質問してもいいですか？何でしょうか？レミアさんは既婚者だったのでしょうか？そうですね。どうしましたか？レミア様には確かに旦那様がおられました。と言っても、もういらっしゃいませんが。そうでしたか。ここだけのお話ですよ。正直言うと、評判は良くありませんでした。権力を私欲のまま行使するような人でしたからね。私の両親もそれで自殺し、私は身売りする形で今の職に落ち着きました。今さらっと重い話を。いいんです。これでもなかなか充実しております。私がここにいることで皆が安全に思っていただけるなら、それで十分幸せでございます。いいですね。すべてが終わったら、一度ゆっくりとお話ししましょう。
その時はぜひ